どうも、日本一バズってる介護士 TikToker のガプリンです。本日はですね、大阪の鶴見区にあります社会福祉法人椿福祉会さんに来ております。突然なんですけど、ガプリンさんって働きながら奨学金を会社から返してもらったりとか、観光総裁とかでお祝い金みたいな感じでお金ってもらったことあります？わー、ないですね。ここ実はもらえるんですよね、はい、両方とも、はい、観光総裁も、はい、奨学金も、はい、めっちゃいい。まあ、もちろんそれだけじゃなくって、椿福祉会さん職場体験やってるんですけど、職場体験で来た方がほとんど1日で楽しかったって言って入職につながってる方が多いみたいなんですよね。もう条件がいいとかだけじゃないってことですね。皆さんがどういうところに楽しいと思って入られてるのかとか、いろいろ聞いていただけたらなっていうふうに思います。任せてください。もう深く深く掘ってあります。早速椿福祉会に行ってみましょう。レッツゴー。平山さん、この椿福祉会っていうのはどういったところなんですか？椿福祉会は障害を持っている方が生活をされたり日中活動をしている法人です。入所施設が1つ、グループホームが4カ所、通所施設が2カ所、その他にヘルプセンターと相談事業所があります。障害系の福祉に関しては、まあ、結構こう抑えてますよという感じですね。はい、障害のある方に対するお仕事っていうとハードルが高く感じてしまうんじゃないかなって思うんですけど、はいはい、皆さんどう思われてた感じですか？実際職場体験していただいて、実際障害を持った方、障害の持っている方たちを支援する私たちの仕事ぶりとかを体験していただいて、自分がやっぱり働きたい職場かどうかとか、障害を持ってる方たちと活動していけるか、仲良くしていけるかっていうのを体験してもらってから、実際に就職をしたいかどうか判断してもらってます。体験した方はほとんどの方が初めての体験だけどもすごく楽しかったって、で障害を持ってる方たちのピュアな心だったりとか、自分にはこう想像がつかない発想力だったりとかをいろいろ実感されて、もっともっと知りたいので働きたいっていうことで就職につながってる方がたくさんいてます。じゃあ結構、じゃあその体験してもらえば大丈夫よみたいな自信はある感じですね。はい、さすがです。めちゃくちゃいい匂いするんですけど、はい、これもお仕事ですか？はい、そうです。こちらは製パン室になっていまして、今は近隣の保育園の給食で使うコペパンを作っています。他の日は入所施設の朝食用の食パンだったり、グループホームの朝食用の食パンも作っています。今後は近隣の方たちにも菓子パンなどを売っていけたら嬉しいなと思っています。コモイスタイムズ、もともとは実習先が入所の方に行かせていただいて、個性あふれる施設だったので楽しいなと思ってここに入職したんですけど、もともとのきっかけは兄も障害を持ってて、兄は一般就労できたんで、毎日楽しく通ってる姿を見たら自分も障害の方の支援に携わりたいなと思って障害福祉に入りました。なるほど。優しく指導していただける方がすごく多くて、職員間での仲もすごい良くて、そこにちょっと魅力を感じました。まあ、今でも1年入ったわけじゃないですか、はい、どうですか、優しいですか？まだちゃんとめっちゃ優しい。あ、優しい。研修の時だけとか、はい、冗談言い合うような中で、職員間でもニコニコしながら仕事してます。なんてこったい。椿福祉会いいなって思う推しポイントみたいなのあります？住宅手当が25,000円出るので、2万5000円以内で決めたらただすよ。探しておきますね。はい、ありがとうございます。ぶっちゃけて聞くんですけど、一人暮らしをするハードルって結構高そうに見えるんですけど、給料的にとか全然いけるんですか？はい、結構もらえます。高い方やと思います。安定した給料を供給してくれてるわけですね。そうです。誰も今おらんから、はい、不満とか逆にないんですか？主任の物忘れが激しい一番の不満です。一番の不満、それ他ない？もうそれぐらい嫌な人とかおらん？ないです。みんなめっちゃ仲いいので。一人もおらん？しないです。全く？はい。すごいね。移動もあったりして結構人間関係が築けていくので、うん、移動って聞いたらね、人間関係再構築しなみたいに思っちゃう人もおりそうやけど、逆にいい人しかおらんから、いろんな人と仲良くできるじゃんみたいな感じになるんやん、はい、1年目の人がこう言ってくれるっていうのは結構信頼度高いと思います。奨学金の返済の制度があるみたいなのを聞いたんですけど、実際受けたりしてるんですか？毎月5000円支援していただいてます。それでも助かりますね。大学ないし、まあ、短大専門学校なんでもそうですけど、お金はかかってるじゃないですか。そこをちょっとでも支援してくださるなら助かりますよね。あとなんかその冠婚葬祭お祝い金であったり、そのお見舞い金みたいなのがあるみたいなのも聞いたんですけど、条件みたいなのがあるんですかね？入職してから互助会っていうのに入ってるんですけど、ここで結婚のご報告させていただいた時に1万円。なんかいいですね、そういうちっちゃいあれなんかもしれないんですけど、みんながみんな毎回しょっちゅうもらえるもんではね、ないんでしょうけど、長く続けていこうって思いますもんね。平山さん自身はずっともうどっぷり福祉って感じですか？私は学生の時に福祉の専門学校には行ってたんです、はいはいはい、20代の頃は高齢者の介護の福祉に携わっていました。結婚をして子供が実は3人いてるんですね。3人の子育てをする中で、人のお世話をするのが体力的に難しくなりまして、で一旦福祉業界を離れてました。一般企業に勤めてた時期もあるんですけども、はいはい、やっぱり一般企業で働く年数が増えるごとに福祉がすごく恋しくなりましてだから福祉ならではの面白さっていうのが忘れられなかった、はい、忘れられなかったです。で学生
時代にボランティアとか実習で行ってた知的障害者の施設がすごく忘れられなくって、やっぱり福祉に復帰するんだったらずっと自分がしたかった障害者福祉に携わってみたいなと思いまして、35歳の時に入職を考えてまた福祉業界に戻ってきました。それがここやったんですか？はい、そうです。すごく福祉会です。いや、パプリンさん今日はどうでしたか？いや、もうね、幸せな気分です。本当に職員さん同士の仲の良さというか、もう雰囲気もあまりにもいいし、利用者さんも楽しい人も多いし、何より雰囲気が良すぎた。でなおかつ給料面であっても、大学卒業してすぐにもう一人暮らしできるぐらいにしっかりもらえてるっていうのをはっきりやっぱ言ってくれたりとか、働かない理由がねないです。目に見えていい設定になってのもすごく伝わったので、気になった方はもうぜひコモエス椿福祉会で検索していただいて、働く前に働いてみてください。たくさんの応募お待ちしてます。来てねー。はい、言った言った動画の下にあるこのボタンから LINE 友達を追加してくれたら、無料で介護の適職診断を受けられます。他にも LINE 限定でガップリンが取材に行った動画や大阪の新着求人情報を動画でお届けしますので、ぜひお友達になっておいてくださいね。皆さんに合った素敵な職場が見つかりますように。